5月20日日曜日夕方7時半のホームポイントはさすがにこの時間だと暗すぎますね。いい感じの、ああそうか、潮が引いて2時間前に比べると随分、おそらく入ったら乗れるのではないかなと。2時間前はショートはかなり厳しかったんですけどね、今ならテイクオフはもうかなり大きいでブレイクしてますね。今から入りたい感じですね。いけるんだあれが。いいね。ホームポイントの右も無風でいいうねりは入ってますが、こっちは厳しいですね。今乗れる感じじゃないですね。あ、まあでもロングとかで待てばテイクオフぐらいはできそうですね。おお、いい感じのうねりが、かなりアウトでブレイクしますが、あ、でもロングなら前出れるかもしれないけど、ショートは厳しいですね。ショートだとこの辺で、この辺のブレイクに乗ってダンパーって感じですかね。車の外気温計は 17.3 度を示してますね。まあそんなとこでしょうね。あれが伸びるんだよな。おお。いけるんだあれが。いいねー。